水山落として二条御所取って、長浜を守ると。そうしたら割と領地は戻り気味はい、決戦参加させる部隊、これは二条御所だね。二条御所は全員で行く。はい、これをやります。勝たなきゃいけない。ここは絶対勝たなきゃいけない。ここは、はい、敵7部隊、7部隊だよ。いけるよ。兵士は、兵力は互角だけど、部隊数が向こうの方が2部隊少ないので、あ、これは、完全に下でしょ。こっちでしょ。ここはちょっと捨てていこうかな。作戦組んでいきましょう。はい、決まりました。すんなり決まりました。うずみびよこに一つ置きます。沼穴子に一つ置きますが、全軍で初手、こっち行きます、もう。ここに、とにかく突っ込んで、本体見つけてすぐ倒すっていう戦法できます。多分そういうね、スピーディーに戦う方が、これはいいんじゃないかなと思いました。さあ行きましょう。二条の戦いです。我に続け。この右は捨てるもん。右はね、ガモウジサザじゃないと見た。ここと見た。いけ！これがハマったら強い。ハマんなかったら泣くしかない。痛い痛い。痛い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 。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。もう全員で行こう、全員で行こう。もう関係ない関係ない。おとり挑発が使えそうなんで行こう。入ってない。おとり挑発でまくり入ってない。ちょっと大丈夫かなこれ。斎藤だけ死なないように気をつけよう。よっしゃ。カチャイカチャイ全然いい。こっちの被害も結構痛いけど、向こうに被害当たらないのが一番でかいから、オッケーオッケーオッケー。はい、これで、二条御所取れるよ、多分ね。二条御所取れたらすごくでかいよ。はい。捕獲した、あー、ガモウジサザ切りてえな、おい。切りてえ武将いっぱいいんな。でもな、切っちゃうとな。で、待って、二条御所が？皆の力、お、長浜に織田信忠、信忠ね。これこれこれ、二条御所だよね。二条御所が、あと86日か、きついな。いや、ここ税が引いても落とさなきゃいけないとこなんだよな、二条御所はな。うわ、でも結構来てんな、軍勢。となると、あー、無理か、明智のここは。清水山一回諦めようか。28日かかるんで、一回、騎乗します。はい、騎乗させる。で、長浜に全力を当てる。で、二条御所は絶対落とさなきゃいけないな、これ。まず、高槻城の救援に、二条御所にいる、こいつら当てるか、ちょっと、時間もなさそうだし、一旦ちょっと、ここで、お茶を濁しつつ、豊臣家はどこ行くんだろう、こうしたら。はい。あ、マジか。いろいろやばいな、これ。講和結びてえ気もするけどな。橋場、じゃなくて柴田と結びてえな、講和。はい。柴田とか、岐阜大田とかと結びつつ、で、はい。斎藤歳三と、あ、柴田来ちゃったんか。間に合わなかったか、これ。いやー、やるしかねえな、これ。結構きつい。いろいろきついな。はい。兵力差は1500ぐらい。で、部隊が1個、こっちのが少ないんだね。ただ、橋場秀吉は570だから、やり方次第だけど、この地形はきついな。はい、決まりました。今回は下をちょっと捨てます。下は、水が、川が挟んでるんで、ちょっとこの辺に鉄砲水とか柵とか置いて敵を近づけたらいいなっていう感じで、残りの部隊を全部上から回って叩くという戦法でいければいいな。正直勝てる気はしない。まあちょっとやれることをやっていきましょう。いた！いたいたいた！橋場秀吉578。ここかー。なかなかのとこにいんな、これ。いや、もう行くしかねえ、全軍で。はい、行け。行って、おとり挑発は使えないな、まだ使えないな、きっとこれは。おとり挑発で引っ張れればなんとか、なるかも。本陣切り込み来たよ、その前に。一貫斎藤を下がらせて、来た！これ、おとり挑発できるんじゃねえか？はい！入ってる入ってるこれ。入ってくれなかったら負け。入ってくれてたら勝ち。入ってるね。入ってる入ってる。オッケーオッケー。行こう行こう行こう。
引っ張ってる引っ張ってる引っ張ってる、オッケー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 。これで羽柴秀吉の方に向かっていく、全軍向かっていく。で斎藤だけちょっと下がる。こいつだけ下がればいいな、こっちな、おとりだからな。おとりを下げていって、その間に他の部隊囲んでしまえばこっちの勝ちなんだが、囲めるほどの地形にはないな。もうちょっとこっち行こうか。はい、あ、亀来た、亀井、太鼓持ちの亀井、いけいけいけ、もう物量でいくしかない、これは全員。橋は秀吉行く。きついな、これ。ワンチャン勝てればラッキーぐらい、勝てればラッキーぐらい、勝てればラッキーぐらいだけど、きついかな。ダメか、ダメか、これ。いやー、耐えたい、耐えたい。オーケーオーケー、渦見火はまってる。あとどんぐらい ?267。なんとも微妙な。いけ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 、もうゴリ寄せ、ゴリ寄せ、マジでゴリ寄せ。ゴリ寄してくれれば、こっちのもん。あー、きついかなー、きついかなー。いけ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 、900で4300打ち滅ぼしたぞ、おい。これですよ、これ。結局ね、総大将なのよ、これは。総大将ね、倒してしまえばこっちの勝ちなのよ。勝ったのか、大国に勝利出ました、はい。いや、マジか。あれで勝てると思わなかったな。はい。倒した。二条五将としていいけど、一回帰るしかない、これはな。一回帰って、もう是が非でも行くしかない、これは。これで何部隊 ?12000。行け !OK。気合で二条五将落とす。二条五将だって。もう、やばい、もう、戦に疲れてきた。長浜に信孝が来た。あ、オッケーオッケーオッケー。信孝が来たので一回籠城する。あ、長浜早いな、落ちるの。これはやばいな。橋場が結構余力がありそうだから、一旦後ろからつかせる、もう一回。一回長宗壁に任せてみようか、もう一回、相撲と。あー、無理か。1万に対して1万6000だもんな。でも戦場条件8500か、ワンチャンいけるかな、行ってみようか、ワンチャン。うい、角本、これワンチャン二条御所に来るような敵が引いてくれたらラッキーと思って出します。でもうここきついな、柴田の。これはな、柴田講は結べねえかな。柴田とは戦いたくないんだよな、本当にな。結構ギリ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 だな、本当に。柴田8600でしょ、7部隊でしょ。い、守りに行くか、これ。きついけど、これで行くか。寄せ集め5700で8600に向かっていきます。これは正直勝てないかも。はい、うわー。柴田きちいな。はい、和睦は全然結んでくれませんと。二条五所はもう意地でも、ここは92日か。式なさらずは我の勝ち目はありませる。取るしかねえか。これはでも負け確なんだよな、ほぼな。はい、5部隊対7部隊と。いや、えぐいな。えぐいな、マジで。はい、はい、お疲れした。くそー。まあ、しょうがない。負け確だったもんな、もともとな。やばい、やばいぞ、これ。戦に明け暮れてんぞ。あ、でもまあ、被害変数は同じくらいか。どうしようもないもんな、ここはな、もう。籠城していく。もう、しょうがないね。こっちを今度犠牲に二条五所取って、ここから盛り返すしかちょっと方法がない気がしてきました。はい。なんということですね、本当に。はい。斎藤利光が負けました。いや、劣勢だぞ、これは。本当に劣勢だぞ。羽生城ももう負けると。柴田と停戦結べればな、なんとかなんだけどな。橋端は結ばない。橋端は結びません。ここはもうあれですね。二条五所取るまでは結ばないという方針でいきます。ここを取ってしまえばもう反撃できるから、逆に。で、こっちが何、これ。これ何、見てなかった。これ何、どこ来んの、安土か、まさか。大溝？ここか。なんでだ？こっち来んのか？こっち来んのか？いや、長浜も捨てるか、もう。しょうがねえな、一回。やばい、これ全方位はマジできつい。あ、相撲と戦った。相撲とはどうでもいいけど、まあいいでしょう。方位できるのやっていこう。
なんてこった。あ、長浜奪われちゃったねこれで。いやきついな、一進一退だな本当に。一体一体かもしんない。報告いたします。やべ、兵糧がついに切れてきた。ご命令を。戦に明け暮れたあれが来るな、そろそろ。おーしょしょし、柴田と講和結んだ。オッケーオッケー、柴田とは講和結べたよ。橋場との見返りが軍馬4000を提供。柴田と講和結んだから一旦橋場との停戦どうしようかな。橋場と停戦すれば織田家との長浜の取り合いはできるんだけど、そこを取るか二条御所を取るかだよね。二条御所取ったらまだ八上城とか奪還の余地があるんで、一旦再交渉しようか。オッケーオッケーオッケー。あー、いやーこれきついなー。おだー、徳川と味方し、徳川が味方に欲しいんだけど、はい、清須、織田、講和できねえから。すぐ来たとこなんだけどさ、ちょっと君講和できない？君とさ、岐阜だけも一回講和するこれ。で、いやここで二条御所が取れればまだ望みはある。この三つ城残ってる。高槻取られただけだもんね、今ね。高槻って二条御所の交換と思えば全然いいでしょ。長浜城はもうしょうがない。長浜から沢山城に来てももうスルーだな。伊賀上野はちょっと守りきんなきゃな。はい、伊賀上野は3000、おお、信楽で結構少数で当たるけど、信楽まで来てくれんのかな。和睦が全然できねえ。ああ、おお、姫来たぞ、姫。わ、なんか、強えな、内政。内政強えけど、姫の方がいい気がすんな。どっちがいい、これ。復讐って書いてある。いや、武将にする？明智茜。ああ、なかなか、いい能力だな。姫一人いるもんな。武将にすっか。OK。これで一旦、うん、娘を幼女に迎えて、いやいや、早速おーい。あ、幼女ってそういうことか。あ、やった。筒井とも行きました。はい。筒井家から娘を一人もらったね。で、立て直ししようか、一回ね。全員の忠誠を上げていかなきゃ、大宴会。はい、行きます。戦のさなかに大宴会。手段選んでねえけど、勝ててねえんだよな。これ、超級、本当にきついわ。現在の勢力をさらしてみましょう。西に豊臣、北に柴田、東に岐阜織田、南に清須織田と。で、徳川と毛利と、親善がちょっとでき始めたんだけど、また戦になって向こう方に疲れて、今、国交が途絶えているというところですね。城が 1,2,3,4,5,6,7条ですね。なので 1,2,3,4つ、5つぐらい持ってかれてます。はい。ただここの二条御所が奪還できれば、もう一回この東西が開通するので、まあなんとかやり直せるのかなっていう気がしますね。で、清須織田が南の伊賀上野攻めてきてます。で、多分この織田信孝もここ来るんじゃないかな。沢山一旦これ返すか。ちょっと洲本取ったところでしょうがないもんな、別にな。あ、あと7日か。じゃあこれ落としてちょっと帰らせよね、この長宗我部の軍はね。というのもあとね、兵糧が1万2000しかないんだよね。結構きつい状況です、今。はい、洲本落としました。すぐ帰ろう、すぐ帰ろう。米がもったいない、すぐ帰ろう。はい。これでなんとか明智しか今出してないね。で、ここずっといるな、織田。清須織田、伊賀上野。伊賀上野はもうちょっと取られてもしょうがないかなっていう気がするね。講和はずっと打って続けてます。柴田に、橋場には打ってないけど、織田家、両織田家には打ってます。橋場は、この二条御所は取れたら結ぼうかなと思ってますね。はい。あー、すぐ取れちゃった。しょうがないね。これで引いてくれたらいいんだけどね、織田信勝がね。はい。阿蘇家が滅んだ。いつかやったね、阿蘇家ね。はい。和睦を切るはずがなかろうと。織田家ぶち切れ案件ね。米不足で負けるパティもあるよ、マジで。南高坊展開の忠誠あげとくか。いや、前田芸能いいな。
修正上げとく。はい、歩兵速度上昇使っとくか。手段は選ばぬ、勝つためならな。はい、ちょっと上昇任命とか、もろもろをやり直そうと思います。はい、歩兵やら任命やらを終えました。で、このままだとマジで兵糧がなくなるので、どうしたらいいんだろうな。なるべくいろんな国と仲良くしていきたいんだけど、どうすればいいんだろう。ちょっと米不足で死ぬ未来が見えてきてるような気がする。はい、 OK、 二条五所兵糧積みで落ちました。はあ、ここを落とせたのでかいよ。これでなんとかやっていけるかもしんない。はい、もともと持ってた土地なのに結構嬉しい。これで8条だね、繋がったね。はい。で、織田信孝と、なんか織田信勝はずっとここにいるんだよね。はい、帰ってくんないかな。あ、帰ってくれた。オッケーオッケー。お、清そうだけど、講和結ぶの今もったいないよね。もうなんか今、終わったもんね、戦一回。はい。こいつら馬欲しがってんな、織田家。どんだけ馬欲しいんだよ。足場とも停戦結びましょう。かしこまりました。今こそ北条打つときぞ。おう。おう、北条包囲網できたな。ああ、こっちもなんかな。橋場包囲網とか。いや、てか俺が包囲されてるのか。明智包囲網か、ずっと。あ、まあ、一旦落ち着いたんかな、これ。一旦落ち着いたかと思います。陶器に使いたい。おー、なんか、もの、あれだね、風変わりというか。こんな火の車の渦中に入ってきたいっていう武将がいるんだね。すごいね。出世欲がすごいね。捕らえた城は、福知山、弓木、縦部山、清水山、長浜、5個城、あ、伊賀上のもか、6個城取られてるね。で、取った城は結局、洲本の1個と。まあ負けだよね、結構ね。今んとこ負けてます。で、こっから、どうなるかというとこだね。まあ、当面はちょっと橋場、柴田との戦を控えて、他と仲良くしていけたらなと思うんですが、まあ、一旦この辺で終わらせていただきたいと思います。ずっと戦続きでちょっとバタバタしてたんだけど、まあなんとかね、初動というか、ここ2年ぐらいの戦は生き残ってきたので、ここからなんとかね、巻き返しを図っていきたいと思います。ではご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントの方お願いいたします。ではまた、バイバイ。